練馬ファキリーが始まるのだ。はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも YouTube、Facebook など、ね、いろいろ見ていただいてありがとうございます。はい、今日ご紹介するのはこちらでございます。ババン、 M マクドナルドの M ではございません。今回はモスバーガーでございます。モスバーガーのこちら、夏目、あれどう、モスの夏目っていうのが夏目なんシリーズですね。はい、モス野菜ですね。こちらの方はオーロラソース仕立て、夏目がついた商品はバンズの代わりにレタスでお召し上がりいただけます。金額、はい、金額は、はい、ですね、夏目ちゃんはですね、書いてないね、ここに。340円か。です。さあ、バンズの代わりに。そうか、前もね、このシリーズで、チキンをね、食べたことあると思う。うわ、すごいね。こんなだっけ。ババン。スーパーでレタス買っちゃった感じですね、野菜コーナーで。これはね、ちょっと、どうします？これ二重になってんですね、この袋がね。野菜から水が出るから、それを防ぐためでしょうか。包みやすいからでしょうね。ちょっといろんな意味があると思うんですけど。本当にレタスとレタスで、もうね、わかんないでしょ、これ。見てる人。わかるかな、これ。何？トマト。そして、パティがね、あるわけですよ。もうわかんないぐらいですけど。まあ、あるんですよ。はい。ほら、見えたかな、ちょっと。ね、すごいね。あの、ま、すき家でいうとこのあの牛丼のあの、ライスの代わりに、なんかサラダ的な、ちょっと食べたことない、あんまりわかんないですけど、入ってますけどね、サラダ的に、あんな感じでしょ。ということで、まあ、ちょっと脳がきが長かった。いただきます。てか、これ、ちょっと、相当、うわわわ、野菜が多くて、パーティーまで到達っていうの時間がかかりますね。うん。うん。うん。この絵は何なんだよ。すごい絵です。やっと見えてきた、こんにちは。うん。うん、どうかな。まあ、食べやすさとかはもはや求めちゃダメですよね。要するにカロリーが低めっていう意味合いで作られた商品だと思うんで。うん。うん。でもこれ、金額的に、どうだっけこれ。340円か。多分あんま変わんないんでしょうね、バンズのやつと。おそらく。うん、これに慣れたらこれでもいいのかもしれないですね。で、ちゃんとファストフードが食べれて、カロリーはちょっと変える。で、野菜が取れると。バンズと、多分レタスと変えたらやっぱカロリーも相当違うと思うんですよね。うん、なるほど。まあ、野菜のマシンガンって感じでね、かなりでしたね。はい、ということでありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのはモスバーガーの夏目のシリーズのですね、野菜、モス野菜ですね、でございました。ありがとうございました。